こんにちは、野です。ダンメもやっていきます。今回ですけども、リュウさん使ってみようの回です。で、まあリュウさんがどんくらいのキャラなのかというのを皆さんと確認しに行きたいと思います。で、リュウさんを使いに行くにあたり、失礼しました。まあ、このクエストのサポートで使えるという話なので、ここで使っていきたいと思います。で、サポート枠って何だろうっていう話を結構前々からいろんなところで聞いてたんですけど、まあ、この左下のサポート枠というのを選ぶと、まあ、こういった形で NPC を連れていくことができるようですと。で、僕も、まあ、リュウさんが使えるサポート枠でというところで、まあ、調べてみてこういった形でしたと。なので、リュウさんを引く前にリュウさんの使用感を知りたい方は、こういった形でリュウさんを使うのがいいんじゃないかなと思われます。あと時間があればエイナも一緒に使ってみて、どういう感じなのかなっていうのを見ていければいいかなと思われます。で、これ変えられないね、アシストね。はい、行ってみましょう。立ち絵見るとちょっと欲しくなるなっていうのはありますね。力を貸してあげる。で、まあ邪魔が入らないように、どれから行く？これから行く？まずはね、2388と何もしなかった時はね、バフ入れてみましょうか。で、邪魔にならないように他のキャラをバフを使っていきます。で、もう一丁ブリッツをかましましょう。ここまでだ。で、まあやっぱり倍化しましたね、大体ですけど。結構その風属性攻撃が弱点なのでダメージ出ますね。行くよ。こんな感じでどう？で、あとは必殺を打ってみたいのでちょっと貯めておきましょうという感じと、ヒールでも使ってみますか。どれ？試してみるか。2回貯めれるかな？貯めれないよね、多分。なので、ここはまあ普通にぶっ飛ばしますか。強すぎた合図強すぎた。皆さん合図引きましょう。合図強すぎたわ。どきなさい。僕だって。で、バフをかけてない状態で必殺をいきたいと思います。で、次もう一回周回するときにバフかけてどれぐらい出るかっていうのを見ていければいいかなと思います。あー、素晴らしい。はい、4000ぐらいですね。で、ステータスに依存するところも大きいので、やはりバフをかけたり、限界突破ですねしていくと、まあ、かなり変わってくるんじゃないかなと思われます。よくやったわね。ご褒美は何がいいかしら。では、スタミナまあ2の消費なんで、同じ敵で試してみましょうかと。幸運を祈っていう感じですね。で、1戦目はちょっとオートで進めちゃいます。いきます。負けさせないよ。負けらない。ちょっとガサガサします。いきます。力を貸してあげる。で、必殺技ゲージを貯めますか。カウンターで倒しちゃいそうだな。次ぐらいでいけるかな。いきます。 OK と。で、次バフをかけて必殺を打ってみましょう。どんくらい出んだろうな。やれやれ。負けさせないよ。戦況を有利に。まだ負けてません。さ、しっかりとバフかけで。吠えるな。
いやこれもうファンはたまらんですね。この立ち絵といい必殺といい9000出ますね、クリティカルで強い。バランス型でこんだけ出せればかなり強いんじゃないですか。いい結果ね。この調子で精進するといいわ。はい、ということで、まあめっちゃ強いねやっぱねっていう感じはありますね。で敏捷もそれなりに高くてスピードもありますし、まあ、引いておいてもいいキャラなんじゃないかなという感じでございますね。でせっかくなんでエーナも一緒に行きましょうか。サポートで、ああベル君で使える感じですね。では行きましょう。準備はいいか。まあ、マジックポイントの回復なのでさっと見ていけばいいかなと思います。出たな。僕だって。まあ一人こうしとけばいいよね。うん、7ポイント多分ベル君が回復してるかな。ベル君とレフィーアも多分マジックポイントの回復ないはずなので、アビリティにね、ちょっと詳しく見てないんで分かんないです。僕も諦めないで。カウンターで倒してしまった。アシストの龍さんがついてるとこういうカウンターは数が増えそうですねって話ですね。その調子。やっぱ7ですね。リベリアがすごい回復してるんだけど。勝利だぜということで、まあエイナさんのこの7の回復もしくは10の回復かな最大に関しては、まあ本当に長期戦のボスにすごく使えるんじゃないかなと。道中でこれが必須かって言われたらそうではないと思います。来てくれたんですね。でまあガッチャに関してはまた単発でどっかで引くのかな。まあ、ここで引いてもいいかな。どうしよう。まあガチャについてはキャラの詳細がねここにねしっかりと載っているので、皆さんおのおの見ていただければいいんじゃないかなと思います。で合図のガチャの時にまあ軽く触って見ているので、今回はさっとまあこういう感じですよと。まあバランス型で技こんな感じと。でエナさんもアシストキャラでステータスと効果はこんな感じですよというところですね。でスキルと発展アビリティは魔法耐性、敏捷、魔力状態上アップと、アシストになるとカウンター率を上昇してくれますよという感じでございますね。で、1日1回限定だけ引いとく？せっかくなんでね。だけ引いとくか、とりあえずね。これで出ないかな、間違って。ご予約のお客様、ご来店にゃ。まあ、出ないよな。出ろ、出ろ、つって。うん、予約してない。はい、という感じでございましたね。でそうですね、交流にあとはリュウさんが追加されてないね。僕は引いてないからね。なのでまあリュウさんは、おっと、戦い方を教えて差し上げましょうか。お願いします。リュウさんを引かないと交流ができなさそうなので、まあここはちょっとどうしようかなという感じはありますね、やっぱ。で、リュウさんはまあ単発ガチャかな。僕はなんかそこまでこのステータスを見た後に技とか、ね、そこまでめちゃめちゃぶっ壊れかって言われたらまあそうではないかな。どっちかといえばエーナさんの方が欲しいかな的な感じなので、このガチャに関しては後ほどまあ10連くらいかな、
回すことになるかと思われます。で、リュウさんの母体だけね、アシストの方の母体かな、多分を確保して、まあなんとか交流できればと。でも4当てないとこれ交流できないのかな、ちょっとわかんないですね、その辺は。まあどっちでもいいんだったら星さんの竜さん狙いでちょっと交流したいなという感じはありますね。で、あとは、まあ、新しいイベントが、まあ合図のイベントですね、今日もうすぐ始まるみたいなので、まあ、それについても、まあ、少し動画を進めていければいいかなと思っております。で、まあ、紹介クエストは、まあ、難易度もそんなに高くないし、やらなくていいかなっていう感じはしていますね。最後に、リュウさんもう一回一周して終わろうかな。私だってみんな。で、まあ、リュウさんの立ち絵を見ながらね、皆さんとお別れできればと思います。どきなさい。僕だって。いやでも立ち絵かっこいいな。それだけでもう引く価値がって感じがしますね。それだけでもちょっと引きてえなって感じがありますね。まだ負けてません。行きます。戦況を有利に。せっかくなんで合図の必殺で決めたいんだけど。行くよ。僕だって。ここまで。ではせっかくなので皆さん、これでお別れしましょう。こいつはダメだね、やっぱりいけないほど壊れてるね本当に。はい、よくやったわね。ご褒美は何がいいかしら。まあ結論としては、アイズバレンシュタインに助けられないわけにはいかないと思いますよという結論ですね。まあやっぱアイズが強いという感じでございます。で、リュウさんもとつっていけばかなり強くなれるキャラクターだとは思います。まあ回復もできますし、自己バフもできますし、そういったところでこう、まあ他のキャラと張り合っていくのかなと。で、魔力と敏捷が上がるので、まあ、敵に対しての先制も可能ですし、おそらくね。やっぱ 50% アップってかなりでかいんでね。まあ、先制も可能だと思いますし、まあ強いじゃないかな。どうなんだろうな。ぜひぜひそのあたりは、すでに星4を引かれた方、僕に逆に教えてくださいと。僕に関しては今、動画でまとめさせていただいた通り、まあ全ての技と、バフかけた時の必殺、バフかけてない時の必殺の検証を簡単にさせていただきました。まあまあそこそこ使えそうな、で、上級者の方が見るとどうなんだろうという感じなので、ぜひもう使われた方、教えてくださいと逆に、という感じでございますね。はい。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て、動画の右下の僕のアイコン、もしくは動画の下の YouTube アイコンからチャンネル登録をお願いできればと思います。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。